と思う。皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今回の動画は昨年夏に挑戦した富士山山頂で合計約1ヶ月の間アルバイトをしながら作品作りをした時の Vlog になります。先日アップしたサミットというタイムラプス作品がどのようにして撮影されたのかが分かる内容になっています。長い動画ですがお楽しみいただけたら嬉しいです。日本で最も高い山、富士山。普段皆さんは富士山を外側から楽しむことが多いですよね。私はいつも星景写真やパール富士などを撮影していて、あそこに行って撮影してみたいなって考えていたんですね。でも私は登山が得意なわけではないですし、家族に心配かけたくないという思いからなかなか挑戦できてませんでした。そんな中、友人から富士山で働くアルバイトについて紹介してもらうことができました。山小屋に宿泊させてもらいながら登山者の誘導を行うという仕事です。実際に話を伺ったところ、勤務時間外なら撮影してもいいよという話だったので、お金を稼ぎながら作品作りができると思って働かせてもらうことにしました。アルバイトは4泊5日が基本シフトで、それを約2ヶ月の間で6回繰り返しましたので、1ヶ月ほど滞在したことになります。登山下山はもちろん自力ですし、夏の期間、山開きの間の仕事とはいえ、天気が悪くても登山者はいらっしゃるので、なかなか過酷なアルバイトでした。また撮影自体も過酷でした。私は星空や夕焼け、朝焼けを撮影しますから、寝ないで撮影することが多いです。山頂に朝までいないといけないんですね。登山ではなるべく汗をかかないようにゆっくり登るんですけども、約20キロの機材を背負って登ってますから、どうしても汗をかいてしまうんですね。山頂では夏でも夜の気温が氷点下になるのですが、汗で体が冷えてしまい、荷物の制限から十分な防寒対策をすることも難しかったので、大変過酷な撮影でございました。ただこの挑戦は私の写真家人生にとって非常に貴重な体験になったと思います。その様子を皆さんにお伝えできればと思います。それではどうぞ。飯食うか。有酸素は僕普段するバイクが水上半分飛ばすっていうのが俺たちならいいと思うよかったよかった。秒間隔で300枚撮ってます。とりあえずワンシーン目終了。これ、あ、いいね。これ、
私のフィルターテクニックって言っていいのかわかんないですけど、俺、ハーフ ND2 つ重ねてるんですよ、こうやって。ハーフ ND の一番濃いところ、上から下にグラデーションがかかって薄くなってくるんですけど、それとこの、もう一枚似たようなハーフ ND、バランサー GND とソフト GND をつけて、普通の ND っぽく使うっていう。これでね、結構、シャッタースピードを落とせるし、荷物も減らせるし、みたいな感じですね。今5時ぐらいなんですけど、さすがにこの時間になると人がいなくなるんですね。すごい人少なくなりました。まあ私はまだこれから、まだまだいるんですけど。今日はね、撮りたいカットっていうのがあって、あそこに観測所あるじゃないですか。よく月と絡めて撮るやつですね。で、あっちから撮影すると、この観測所の後ろに天の川が出て、こう、ホーリーグレールがね、多分ビーナスベルトが落ちて、富士山火口が見えて、で、天の川ってできんじゃないかなと思って。それがメインですね。海外の撮影を経験して、日本でまだ撮ってない、なんか日本の風景っていうか、もっとちゃんと撮らなきゃなと思って。それでこう、ちょっとした登山も始めたりしたんですけど、すごいところに来てます。眩しい。すごいところに来ております。はい、山中湖だったあれ。いつもそこから撮ってるのね。そこからね。うん、次来るときスライダー欲しいな。軽めのやつ持ってくるか。次の撮影ポイントに移動します。いい時間になってきましたね。風も弱くて、今日冷えるんだろうな。あんまり無理しないでおこうと思いますけどね。この登山の撮影のめんどくさいところとかが、こう脱いだり着たりっていうのが頻繁に起こることですよね。レイヤリングっていうの？こうやって動くとこは脱がなきゃ汗かいてもびっしょりになって風邪ひいたりとか体冷えたりするし、止まったら着ないとね、体冷えるしみたいな感じで難しいですよね、ほんとね。あ、富士山の火口です。あそこに確か神社があって、あっちがドームですね。すごいな。まあ私がこうやって登山なんてものをね始めることになったのは、お世話になってる田中雅美先生がね、浅間山が好きで、浅間山登りたいって言って、その時田中先生がレッドっていうカメラで撮影をしてて、そのレッドに耐えうる三脚を持っていくには、まあ、どでかい三脚いるんだけど、持っていけないと。じゃあ、わかりましたと。いうことで、荷物持ちを買って出たわけですけども。それで東海の頭っていうところに行って、それでですよね、ちょうどその海外の撮影とか経験して、なんかいつも撮影したとこつまんねえなとかってなっちゃったんですけど、ちょっと足を伸ばせばこんなのが撮れるんだっていうねことを教えてもらったの。だからまあ田中先生にはすごい感謝します。なにこれ、なんかシワシワ言ってんだけど、あんま近づかない方がいいよねこれね。怖い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 、僕がすずっちゃう。あれを越えたところかな。鍵が迫ってきちゃった。ちょっと来るの遅かったかな。もうちょっと
着いた。ここじゃなかったっけ。ここからだと火口が見渡せて、あっちにレーダードームっていうのを観測所も見えるんでね。つうか焦点距離足りなかったな。魚眼レンズじゃないとダメじゃないのこれ。半分ぐらいしかいないから加工しゃあないか。セッティングしてみよう。悩んだ挙句こういう感じしました。あそこからここから天の川登っていくんですけど、ちょっとね加工がでかすぎた。これ別の日にまた来て魚眼レンズ持ってこなきゃダメだね。で今日はまあしょうがないので天の川狙いで行くことにしました。あとここの影がさ、こう登ってくるのちょっと早かったから、もっと早い時間に来ないとダメだね。ちょっとシミュレーション不足でしたね。こっちもすごいんだよな今。わお大群。でもう一個カメラ持ってきてるんでこっちも撮っちゃいます。太陽も沈みました。ビーナスベルトもう高くなっちゃいました。あの観測所なんかモンサンミシェルみたいで結構かっこよかったな。さて時刻は19時16分。もうちょっとで夜になるのかな。ここで撮影したらあちこちで何が起こるのかっていうのはよくわかったので、次カメラ持ってきたいな。次カメラ持ってきたいっていうかまた来たいなって感じですね。じゃあもうちょっと撮影を続けたいと思います。次のポイントに移ろうと思います。こっからマジで気をつけないとね、ほんとね落ちるからさ。あー北斗中線これちょっと解いてるな。どうしよう、ちょっと片付けたばっかだけどこれ取ろう。
今6合目ですね。さあここから。よいしょ。今日宿泊する山小屋まではあと1時間ぐらいかな。もうちょっとですね。やっぱ何回登っても疲れるな、ほんと。3時間半も登ってんだ。よし。
まあ、皆さんは、今回、この2ヶ月間で一番お世話になった山小屋さんなんですよね。顔を覚えてくれて。よいしょ。ここまで来たらもうちょっとです。あと、目的地の、巴館っていう山小屋までは、あと、1時間もかかんないよな、これな。30分ぐらいですかね。よし。やるか。よし。今日は9月9日。明日閉山ですね。で、ここの、巴館っていうところに、2泊しました。で、今日は、晴れそうです。もしくは、第2回です。よし。すごい集中して歩いてたから、あっという間だった。ここは、8号5尺。明日でシーズン終了か。シーズン終了前の土曜日だから結構人がいるね。やっぱみんな登り来るよね。はぁ、あ。絶景だね。今日バッチリ撮って、この絶景も、これで見納めにしないとな。今荷物多分ね、20キロ以上ありますね、これ。18キロぐらいまでなら、あんまり息を荒げずに登れるんですけど。やっぱ18キロ超えて、20キロ前後に、なったぐらいからやっぱこうどうゆっくり歩いてもはぁはぁ言うようになりますよね。これやっぱね、汗かくのが後でね来るんだな。日が昇ってるうちに汗を乾かさないといけないんですけど、荷物自体は今日多分18キロぐらいなんですけど、そこに今夜あったかいものを飲もうと思って、700ミリリットルの魔法瓶、多分それで1キロなんですよね。で、あといろいろ補給用の飲み水とかに350ミリリットルを2本で、夜ご飯お弁当にしまったんですけど、そのお弁当に水が1本ついてて、お弁当と 350ml の水がもう1本ですね。それで多分1キロ 2.5 いかないぐらいなんですか、プラスで。結構重いよね。確か水を抜いて 18.8kg だったんですよ。22キロぐらいですよ、やっぱり。もうゆっくりの終わりますわ。もうこの重たい荷物担いで登るのも当たり前になっちゃったな。本当はもっと荷物軽くなるといいんでしょうけど。9号目1分かな。4時には着きそう。最後の100メートル、200メートルぐらいがめちゃめちゃ岩場がゴツゴツして
ロッククライミングみたいな感じなんですよね。そこをクリアすれば山頂ってわけです。取るんだよな。はい、影富士、影富士取る。ああそう、バッチリ今いいよ。すごく取れそうですね。向こうまで伸びるんだ、いい時は。そうですね。僕が撮った時は、ね、遠心まで伸びるんだよ。はいはい。今頃の季節。ああ、そうなんだ、ね。あっちの方まで伸びると思うよ。あっ、OK です。ね、あっちの方まで撮ったらいいと思う。OK、あ、もう分かる、大体、影の方向。そうですね。一回、白山の駅から撮った時に出たんですよ。うん、で、ああ、こうやって出るんだと思って。ああ、そうか。で、多分、萩谷さんが言ってる方向が多分、遠心の方向、うん、同じの方じゃないかなと思って。そうですね。ちょうどよかったな。じゃあ、やっぱり撮る、それは多分、それが終わってから今度星を撮るのか。あ、そうですね。行って、うん、影富士撮ったら、うん、そのまんま残って星撮って、うん、太陽が沈む方向がマジックアワーって言うんですよ。ああ、で、太陽が、あ、沈むがマジックアワー。沈む方向と反対側が、うん、影富士とヴィーナスベルト。なるほど。面白い。また見てて、それ。頑張ってね。はい。じゃあ、十分気をつけて。はい、なかったら、一応寝てるかもしれないけど、電話で。終わりました。ありがとうございます。楽しんで。ありがとうございます。どうも。お、岩場が。こっからきついんだよな。今日はこのまま風も弱いといいな。山頂行ったらちょっと吹いてると思う。予報は少し風強めだったからね。これが山頂からの眺めです。神社はやってるけど山小屋はもう閉まってますね。あそこに自販機あったんですけど、それもない。自販機めっちゃ明るかったんだよね。やっぱ風あるな。今日何時に日沈むんだっけ。日の入り6時13分。よし。で、今からあそこ、剣ヶ峰に行きます。しまった。もうこの時間が出てるんだ。あれのタイムラプスを撮りたかったな。あれのタイムラプスを。どうしようかな。剣ヶ峰から撮影をスタートしようとしたんだけど、ここは人が通るんだよね。人を映したくない。もうちょっと行こう。出るんだ。影はこっちで、あのこっちね。どうしよう。両方入れるには魚眼だけど、中途半端になりそうだな。どうする。
もうちょっと行った方が後での撮影が楽なんだよね。ここもいいんだけど。もうちょっとちょっと見よう。第一候補。よいしょ、影富士が見えないや。やっぱさっきのところだな。ここに2台置こうか。じゃあここに仕掛けよう。どうしよう。よし。それでは今、ですね、こういうGFX100S に TTR 時段の魚眼レンズをつけて今、タイムラプスプラスビューで撮影しようとしています。今ギリギリまで USB 給電したくて、このモバイルバッテリーからカメラに今給電しているところです。ピーキングをまず出して、はい、で適正露出を見つけます。こうやってGFX って感度100が限界だもんね。OK。適正露出が出たら、ここで初めて、ビュートになります。USB 給電したやつを抜き、モバイルバッテリーの、給電は、ビューへ。で、ビューと、カメラを、USB で接続します。モバイルバッテリーはタイムラスプラスビューへ。タイムラスプラスビューからカメラですね。で、これでもカメラを認識してるはずですね。こんにちは。こんにちは。うわ、駆け押しでかくなってきた。で、今やることないんで、着替える。バッチリ着替えました。帽子忘れちゃった。頭寒いな今日。で、そうこうしてるうちにめっちゃ影伸びてきた。これこの後ね、この上にビーナスベルトが出るんだ。出るのよ。 Z8 ちゃんが頑張ってくれてます。頼むよ Z8。 まあこのカメラとりあえず今のところここ一番で外してないからめっちゃ信頼してますけど、あっちの GFX は大丈夫かな。よいしょ。あ、大丈夫っぽいね。よし、頑張ってね、そのまま。あれ、ここって電波いいのかな。電波良かったらライブ配信しようかな。でもまだみんな仕事終わってねえか。今日はね、実はリベンジなんですよ。この前の勤務の時かな。その時は昼間のお仕事だったんですけど、今日みたいに晴れる時があったんですけど、行かなかったんだよね。体力的に取れる自信がないっていうか、正直、おじけづいたってやつだと思うんですけど、まあ、言い訳をすると、スケジュールちょっと過密でね、胎内星祭り行って、新潟の。その後、志賀高原で、田村さんの成形撮影のワークショップがあって、
で、それが終わってまっすぐ富士山に来て勤務、3日したの。で、3日間晴れなくて、4日目で晴れたんですけど。で、いろんな天気予報が曇るって言ってるんですけど、あの、クリアアウトサイドっていうね、私が使ってるあのアプリだけが、今日晴れるっていう予報を出したんですよ。で、見た感じ晴れそうだったんですよね、私から見ても。ただ風がちょっと強かったんですね。一応自分の目では晴れるっていう風な感じで、空でもう完全にそういう空で今日みたいな感じだったんですよ。で、クリアアウトサイドも一応晴れって言ってて、ただ風がね、その時の予測だと風速7-8メートルぐらいあったのかな。いや、多分今日と同じくらいですよね、多分。おそらくそうだったと思う。でもなんかその疲れてるのと、まあ、ちょっとお辞儀づいたんだよね、ほんとね。自分に負けたんですよ。で、その日はそのまま下山したんですけど、なんか悔しくてね、下山しながら泣いちゃって、泣くぐらいなら登りゃよかったじゃんって思ったんですけど、その時は体調的にね、そのまま撮影したらなんか怪我したりとかさ、なんか具合悪くなったりとか、そういうことあったのかもしれないですけど、でも行かなかったのは事実なんで、ずっとそれがね、心に残ってたの、引っかかってたの。多分あの時登ってたら今日と同じような形で撮れてたんですよね。だから本当は撮れてたはずの景色を今日は撮りに来てるっていう感じで、あまり生産性を実は感じてないんですよ。しかも今日これから勤務なので、その時は勤務はなかったから、行ってたら朝まで撮れてたので、朝まで撮れてたら撮りたいものがあるんですよね。それは今回撮れないから、また朝方にもう一回撮影来なきゃいけないかなっていう風な感じなんですけど、厳しい山だね、ほんと。だいぶ伸びてきた。はい、来たね、これ。来たな。はい。今、これ、デッドヒートが、残ってます。ちゃんと残ってるみたいな、お前。多分大丈夫と思うけど。影が伸びてきて。うわ、ヴィーナスベルトっぽいのが出てきたよ。これが撮りたかった。あっちも大丈夫か。GFX は大丈夫か。ちゃんと、あ、よかった、電池持ってるね。オッケーオッケー。こっち心配なのは電池だけなんだよ。いってってってて。こっちはセンサーがあるから、こうやってやったら見れるんだよね。あ、そう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 。大丈夫だね。ギリギリ左にこの影があって、こっちにね、天の川が入るはずなんだけど、入んなかったらしょうがない。入るはずなんだけど、どうかね。ちょっとギリギリすぎたかな。かっこ悪い氷売れるかもな。17時44分。一応ここは7時ぐらいまではやってくれるんですね。すごい絵だよ。ちゃんと、この子がちゃんと撮れてたら、すごいタイムラプスが撮れてるよ。撮り忘れちゃった。もう、鍵富士終わっちゃった。濃いヴィーナスベルトが出てます。すごいね。標高3776メートル、真っ向じゃないけど、富士山の山頂から見るヴィーナスベルトはめちゃめちゃ濃いね。やっぱこれって高いところに行けば行くほど綺麗なんだよね。何度も何度も撮ってるけど、こりゃ格別だわ。一応ね、 Z8 はあと30分ぐらいで撮影終了で、GFX はどうなってるかな？音するかな？あ、大丈夫だね。タイ
ムラプラスビューはちゃんと動いて、ああ、バッチリ動いてる、バッチリ動いてる。オッケー。よしよしよし。もうすぐ夜だ。もうすぐ夜だ。どうしよう、ビーナスブレードもすごいけど、この下の雲もすごいね。めっちゃうねってる。台風の後だからかな。ここの詐欺ってあんまり面白い星ないから、これで撮影やめます。ストップさせます。どうだった？うわぁ、すごい！やばい！うわぁ！うわぁ、来た。画像処理のシーンこれだからね。ふぅ。あ、白米光線があった。もうちょっと上に振ればよかったな、コース。うわ、失敗した。じゃあね。じゃあちょっと、このカメラは、次の撮影ポイントで設置します。よいしょ。この上にね、天の川が出てる。日の入りが18時13分、富士山として、8時半。星がちょっとずつ出てきました。ただいまの時刻が18時30分。ここから1時間半、もうちょっとカメラ回して、で、この後、剣ヶ峰に向かいます。3776m の地点から一応星取っとこうと思って、そっちに向かいます。で、そこからちょっとずつ戻ってきて、今日の撮影は終わりだ。Vlog はここまでにして、撮った結果をお見せしたいと思います。もうちょっと頑張るよ。いやー、昨日ね、結構残念でしたよ。あの後ね、あの後曇りまして、しかも、ちょっと寝て、晴れるの待とうかなとか思ってたら、なんかポツポツ雨降ってきて、目覚めたらもう霧の中で、あれこれやべえじゃねえのって思って、もうホワイトアウトしました。で、それで、脱出してしょうがないなと思って、下山したんですけど、下山して30分ぐらいしてからかな、晴れたんですよ。で、
また戻って、撮影して、で、まあ、まあ、こんな感じの撮れたんですけどね。月明かりがあれば、なんかちょっと、加工も映るかなと思ってね。そういうの狙ってたんですけど。残念。ただね、なんかね、ちょっと、結構過酷だったんですよ、昨日。マジで。いや、その後寝ないで仕事してるし、過酷だったんですよ。で、なんかちょっとやりきった感がね、なんか出ちゃって。いや、疲れてるだけかな。撮れてないものは撮りたいなと思うんだけど。ね。またリベンジかな。今年中にリベンジなのか、来年のこの富士山シーズンを待つのか、ちょっとわかんないですけど。とりあえずね、タイムラプス作品の自分の中の絵コンテでは、撮ってないものが2つ、あるんだな。遅かれ早かれ、再チャレンジはすると思います。はい。それでは今日はここまでになります。今ね、下山道です。はい。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。気をつけて帰ります。よし。よいしょ。よし。じゃあ、急いで帰るよー。よし。